久保さん、いい言葉が降ってきましたね。価値観とは価値観とは道しるべであると。はい、価値観とは道しるべであると、まあ。いろんな価値観、つまりいろんな生き方、道があるわけですよね。でも、あ、そういう価値観があるんだ、そういう考え方があるんだっていう新しい道しるべをして、その道に乗っかるか乗っからないかは、まあ、その価値観に触れて、その人次第ですよね。そう だからまあ、なんだ、いろんな生き方があるし、ね、未だにね、令和になっても、令和になっても、このネットが、そう、Windows が出てね、Windows 9.8が出てもう35年経つらしいですよ、さん。Windows 9.8が出て35年です。<laughs> すごいですね。35年もの間、OS、パソコンっていうのが一般的に普及したにもかかわらず、パソコンで稼げない人もいるし、 パソコンで稼ごうとして、稼いでる人たちを見ると怪しいって思う。35年間何なったの <laughs> みたいなね <laughs>。昭和に、昭和に出た Windows を令和になっても使ってるみたいで <laughs>。まあ、どうなんですかね。うん。だからまあ、いろんな価値観がありますし、まあ僕は、あの、僕の価値観があるし、ただ価値観は僕はちょっと変動しましたね。昔に比べると。 それは勉強、いろいろな勉強して、いろんな体験して、まあ価値観が変わりましたね。うん。どういうものに価値があるのか、どういうものに価値がないのか。もはや、すべてのものに価値はあって、そこからどう取り出すのかとかね。うん。いろんな本当考え方をできるようになったんだけども、その中でも、こうだよねっていうのを示していく。で、こうだよねって示していく中で、 あそれに賛同してくれる人を集客するって感じですかね。うん。だから何すかね、まあ分かりやすく言うと、うん、な、なんだう、うーん、野球が好きですよっつって、それを発信してね、野球やってみたいっていう人集めるみたいなね、そう。まあサッカーが好きですよっていう人もいるだろうし、バレーボールが好きですよっていう人もいるだろうし、まあいろいろいるじゃないですか。 だ大事なのはまあ発信する上で大事なのはやっぱ自分の価値観をしっかり伝えて道しるべをしてその道に乗っかるか乗っからない人をまあ集客していくもしくはこういう価値観もあるよっていうのことを気づかせてあげるっていうことが大事ですかね。い、うん、ってらっしゃい。